少子さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ楽語ニュースモール落語をお送りするラジオ演芸金祭亭本日の演目は芦田愛菜振動育てた七つの言葉ですそれではラジオ演芸金祭亭開演です えー、それでは、一席お付き合いを願いますが。おっかさん、ただいま。ちょっと、金ちゃん。その、おっかさんって呼び方やめなさいよ。小児の男の,男の子ならね、ママとか、お母さんとかって言えないのいや、だってさ、おいらのお父んは腕っこきの大工なんだぜ。職人のせがれらしくっていいじゃん。 いや職人の息子だってねもっとあの普通にしなさいよ、ね、あのよくあのテレビに出てる芦田愛菜さんってお姉さんいるでしょおーああ子役上がりの子供らしくない JK ないやその言い方の方があんたの方が子供らしくないのよ本当にでその小娘がどうしたんだい,いやその小娘って言い方よしなさいよいいあの人はね女優さんとしても素晴らしい実績がある上に学校の勉強もうーんとできるの ねさらに礼儀正しく人としての評判もとってもいいのよ。で、それがどうしたってんだよ。いや、それはね、あの、ま、なちゃんが7歳の時にお母様が徹底して教え込んだ7つの言葉があるからだって雑誌に出てたのよ。ねその7つの言葉聞きたい聞きたかねえよ、そんなの。それよりさ、一っぷら浴びて、それで上がってくるからさ、ビール冷やしといてくれよ。あのね、<laughs> ちょっと金ちゃん、 どこの世の中に学校から帰ってすぐ風呂上がりビール飲む小学生がいるのよ。だって、ここにいるからいいじゃねえかよ。いや、だから、ママはね、金ちゃん、誰がママなんだよ。おっかさんだろえあのあ、あたいにとってさ、ママはお父っつぁんと行く西日暮里のスナックエリカのママがママなんだよ。 そんな小学生おかししいでしょ <laughs> だから金ちゃんねあの芦田愛菜ちゃんみたいになってほしいから7つの言葉覚えなさいいいおはようさようならありがとうごめんなさいわかりませんお願いします知りませんこれがその7つの言葉だって書いてあったのよいいもういっぺんだけ言うからねしっかり覚えてねおはようさようならありがとう ごめんなさい。わかりません。お願いします。知りません。わかった <laughs> そんなの誰だって言えない。おおこ、今ゲットぜ。<laughs> いや、今日はよ、バカに暑かったぜ。<laughs> ちょいとな、一っぷ浴びてくるからよ、ビール冷やしといてくれよ。 もうあなた、そんなだから金ちゃんが真似してね、変な小学生になっちゃったんじゃないの何言ってんだよ。金坊が変な小学生なわけねえだろな今時の子にしちゃうよ。親父が職人だっての誇りに思ってくれる可愛いせがれじゃねえか。ふーん、可愛いせがれだから何小学校2年生の子供を西日暮里のスナックなんちゃらに連れて行くんですかおい、金坊。バカ野郎、おめその話したのかおはよう。 でも何爽やかに挨拶してごまかしてんだよお前いやこのことは内緒だぞって男と男の約束したろごめんなさい,い素直に謝んないよお前ちょっとあなた何それ内緒にするってことはそのスナックエリカとか言ったわね浮気でもやってんじゃないのおいバカなこと言うんじゃないよなあ金坊お父っん浮気なんかしてねえよなわかりません <laughs> お,おいおい金坊分かりませんじゃねえよはっきり 言ってくれよな。お父ちゃんほら一人じゃなかったろうん。仕事仲間のおじさん連中とさ、一緒で。で、お前にみんなが小遣いくれたろうよ。ありがとう。<laughs> いや、小遣いの礼を言えっつってんじゃねえんだよ。だから、お父ちゃん浮気なんかしてねえだろ知りません。<laughs> おい、ちょっと、金ちゃん知らないっつってんじゃないの。え、誰よその、スナックエリカのママママが浮気相手なのいや、だから、落ち着いてくれって違うって。金ちゃん 子供の前だけどね、今日という今日は、この人、とっつめてやるからね、お願いします。おい、金坊、ちょっとお前一緒におっかあ斜めてくれよ、おい。おったら助けろよ、金坊。なんとか言ってくれよ。さようなら。<laughs> 以上七つの言葉でございました。皆さん覚えましたか？子供にこれを徹底させるとやっぱり正しくねきちっとしたここになるそうでございます。参考にしてください。はい。さてあの毎週金曜日の朝ねのようにお送りしている立川小紙金細亭の名物コーナーのラジオ演芸金細亭ですが本に。 なりました書籍家ですよもうずっと作り続けてきた甲斐があったっていうことで、うんえー、作品集が出ることになりましたそうなんですよね、はいえー、タイトルは「立川彰子のニュース落語」はい、ということで、うん、6月24日に発売が決定となりました もう本当にずっと去年の4月から12月まで放送してきた、うん、その中から厳選した38本の落語を掲載しております、はいえー、さらにですね QR コードをスマートフォンで読み取ると彰子師匠が演じる落語を実際にこう聞くこともできるんです,よんですよ今すごい世の中で本を買って活字で読みながら、うん、QR コードを読み取ると僕が喋ってるその落語が聞けるっていう。 そういうことになってるんですねいやこれね大変だったんですやっぱり書籍館プロデューサーもいっぱい苦労してくれてで何が言いたいかいうと買って売れないとダメなのさこれ新書版でえっと「税込み1100円あずさ書院」というところから立川彰子のニュース落語ということで。はい あのお近くの書店とかアマゾンなどネット通販でもお買い求めやすくなっておりますので、はい、ぜひあ,のあったらちゃんとサインしますからぜひお手に取っていただきたいと思います。くと歩く25分 この番組はリサーチなし打ち合わせなし台本なしインタビューなしグルメリポートなし編集なし反省会なし予算なし8つのなしでお送りしています私と勝木香奈ディレクターの世間話を聞きながら一緒に散歩している気分になりませんか福岡の地名が出てきますよ